おはようございます。こんにちは、こんばんは。サンロードの花園です。それでは2024年の2月の1日ですね、ポッドキャストを始めていこうと思います。2月1日、雨でのスタートとなりましたね。本当昨日から雨降り続いておりましてね、気温もね、ちょっと暖かめですよね。ただ今後のこの雨が上がってまいりますと、だんだん寒くなっていくみたいなんでね、もう本当気温差が激しいんでね、こういう時体調崩しやすいんで、体調管理にはね、しっかり気をつけていただければと思います。ということで、先日ね、ちょっと今月のチャレンジというか、新しいことにチャレンジってことで、その普通免許の8トン海上試験ちょっと受けようかなと思っております。そのためにね、まあ、2月の後半ぐらいにね、ちょっとね、免許センターで一発試験受けてみようかなって思ってるんですけども、で、そのためにね、ちょっと眼鏡ね、中型免許は普通免許よりやっぱり視力ね、結構0.1ぐらい高いのかな、低いのかな、いりますし、またあれね、なんだっけ ね、通常の視力検査とは違ったね、深視力か、ね、深い視力って書いて深視力、それのテストもあるみたいなんでね、ちょっと昨日メガネ屋さんに行って新しいメガネをね、ちょっと頼んできたんですけどもね。で、このメガネがね、ほんともう5年ぐらい経ってますんで、やっぱりね、ちょっとずれちゃってるような感じなんですよね。ちょっと視力検査してもらってて、やっぱりね、ちょっと度が合わなくなってましたんでね、ちょっと新しいメガネがね、来週頭ぐらいにできる予定なんで、まあそのメガネ慣れてからね、ちょっと受けてみようかなと思っております。ね、一発で通れば、3000円くらいかな、3000円くらいで済みますけども、ね、また落ちたら、ね、2回、3回受けたら3000円、3000円、3000円ってかかっていきますけども、でもね、教習所に通ったら、授業5時間受ければね、実技受ければいいみたいなんですけども、でもそれでも8万から9万かかるみたいなんでね、まあそれだったら一発試験受けた方がね、まあ通れば安上がりだなって感じで、何回で通るかなって感じですけどもね。ねえって感じで、とりあえずね、メガネができたらまたね、挑戦していこうかなと思っております。はい。ということで本日はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。またです。バイバイ。だんだんだー。